知っとるね、まなぶくん、はい、おはようございます。肩のまなぶ、あれ肩まなぶくんです。まなぶくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、すごくいい香りだったね。香りがいいですね。めちゃくちゃ良かったね、あれで大型連休とかまた過ごすと楽しそうですね、は？いやいや、はってこんだけ近いんだから聞こえてるでしょ。本当？いやいや、本当じゃないですよ。いいでしょうね。今日はですね、はいはい、いろんなことをご紹介しようと思ってますけどもね。毎週何か伝えなきゃいけないからね。今日はですね、はいはい、やっぱりみんなが心配な新型コロナウイルス、そうですね、このことをご紹介しようと思います、はい、お願いします。ということで聞いてきましたよ、どうぞ、はい。今日は新型コロナウイルス感染症の予防法について調べなんてたい。僕もマスクばしてしっかりと勉強しましょう。まなぶくんがやってきたのは労務構成課の衛生管理室。案内をしてくれるのは延期になっている子どもの入学式が待ち遠しい藤井さんです。藤井さんは医師免許を持つ熊本市の職員で、現在は産業医として職員の健康管理や健康相談、啓発活動などの業務に携わっています。今世界中で流行っている新型コロナウイルスで何年学ぶも学ぶ。新型コロナウイルスは感染症の病原体の一つです。主な感染経路は飛沫感染と接触感染があると言われていて、咳エチケットの徹底や手洗いで防ぐことができます。どんな人が感染しやすいんですか？感染症にかかりやすい人としては2つのパターンが考えられています。一つは医療従事者や行動範囲が広い人など病原体を取り入れる機会が多い人です。これらの人は感染症を移す人にもならないように注意が必要です。もう一つは病気や年齢、薬の副作用などで免疫力が落ちている状態の人になります。免疫力が下がる要因には喫煙や糖尿病などの疾病、ステロイドなどの免疫抑制剤の使用、働きすぎなどで疲れがたまる過労、そしてストレスなどがあります。ストレスはなんでダメとね。免疫力とは細菌やウイルスなどの異物を撃退して体を守る力のことなんですけど、ストレスを感じると交感神経が活発になって免疫力が下がることが指摘されています。まなぶくんはどんな時にストレスを感じるの？中華ストーンの存在です。おじさんの声になった。感染症にかからないようにするには免疫力を落とさないことも大切です。そのために私たちができることとしては、バランスの良い食事、十分な睡眠、禁煙、適度な運動、入浴、歯磨きやうがいなどの口腔ケアが大切となります。新型コロナウイルス感染症ではタバコを吸う人が重症化するリスクが高いと言われていますが、禁煙をすることで免疫力は1週間以内に回復するという結果を発表している研究者もいますので、今すぐの禁煙をお勧めします。まなぶくん、もう一つ免疫力を上げるとっておきの方法があるんだけど聞いてくれる？そろそろ眠くなってきたので帰ります。ちょっと待って、まなぶくん。まなぶくんは特に予定もないので話を聞くことにしました。仕事や。実は笑うことが免疫力のアップにつながるんですよ。今は明るい話題が少ないですが、こんな時でも楽しめることをして笑って感染症にかからないように免疫力を高めてほしいと思います。まなぶくんはどんな時に笑うの？火曜日に放送している女のおばちゃんの爆笑料理コーナーです。爆笑ってどういうことですか？爆笑料理コーナーやってる。爆笑がついちゃったな。結構それでも笑うんですけどね。でも今のこの時に、やっぱり笑うように心がけてます。こういう時だからこそ、なんかちょっとね、ついついこうネガティブに考えがちですけどね。そうです。だからほとんど嘘笑いをしてます。ごめんなさい、ちょっとそれになっちゃうと流れが変わっちゃうから。でも嘘笑いでも笑う方がいいという。いや、まあまあまあそうですけど、だから中華の面白くない話もお家でほとんど嘘笑いしてます。ほら。いや、っていうか僕だけじゃないよ、
家族も嘘笑ってます。そんなことない、そんなこと言うなよ、そんなこと言うなよ、ちょっとこっちが笑えなくなるじゃないか、やめろそれは。ちょっとショック受けてる、ね、ちょっと嘘笑いもできない話になりました。いいよ、でも笑って優しく過ごしましょう。そうですね、楽しい大型連休過ごしましょう、はい、はい、ありがとう学ぶくん、また来週ね。この後バックスメールをご紹介します。落ち込むこと言うな。